3月16日ホームアイスタで大分戦が行われたこの日、坂の上広場に設けられたあるブースがにぎわっていました。まるでフリーマーケットのようなここは一体何のブースなんでしょうか。はい、ここは0円マーケット用のグッズを集めているブースです。0円マーケットとは、過去にエスパルスがお配りしたご来場者プレゼントを寄付いただいて、それを子どもたちだったり感染歴の浅いサポーターの方にお渡しするというイベントです。なるほど。皆さんカードに何か書いているようですが、元の持ち主の方の思いを書いていただいて、サポーター同士のつながりを感じていただきたいと思っています。今回初めて開催したご来場者プレゼント0円マーケット、その仕組みはご覧の通り。3月16日の大分戦開催時に集めたグッズを、翌週3月24日の秋田戦開催時にメッセージカードを添えて必要としている方にお渡しするという企画なんです。この企画、サポーター同士のつながりもできますし、地球環境に優しいリユース・リサイクルなどにもつながって、とても面白い新しい取り組みですね。はい、ありがとうございます。実はこの企画、僕が考えたんですよ。そうなんです。彼はインターン生。エスパルスではインターンシップ制度を活用し、学生にクラブの運営をサポートしていただいています。この0円マーケットの企画は、今年度の卒業企画として佐藤さんが中心に考えた、思いの詰まった集大成の企画でもあるんです。いやー、それにしてもたくさん集まりましたね。はい、すごいありがたい限りです。来週必要な人に届くのがすごい楽しみです。そして迎えた3月24日、配布日当日。この日は朝からどんよりとした不安定な天気。しかし、ブースの前には傘を差し、配布を今か今かと待つ人たちの姿が。佐藤さん、これは嬉しいですね。そうですね。これまで活動してきたインターン生の2人とも来てくれたので、この後協力して進めていきたいなと思います。そして午前10時半、ご来場者プレゼント0円マーケットが開店しました。皆さん、お目当てのグッズを探しながら、添えられたメッセージにも注目してくれているようです。すごくいい企画だと思います。私たちも去年からとすごく浅いので、寄付していただいた方たち、どうもありがとうございました。いや、とても嬉しかったです。大切にして、これからずっとエスパルスを応援したいと思います。もともとユニフォーム持ってたんですけど、新しいのが欲しかったんで、本当に嬉しかったです。ありがとうございます、持ってなかったんで、このユニフォームを着て応援します。ありがとうございます。いやー、佐藤さん、本当大盛況ですね。はい、まずはこれだけ出だし参加していただいてホッとしています。このたくさんのメッセージがワンファミリーの証。グッズを手にした人は、添えられているメッセージカードに返信メッセージを書いて、このボードに貼り付けるのが0円マーケットのルールなんです。
配布を開始してからおよそ2時間。寄付されたグッズのほとんどが希望者のもとに渡り、インターン生が考え描いたオレンジの輪が広がりました。インターン生の皆さん、実際にやってみていかがでしたか？まず寄付をしてくださった方が想定よりも何倍も多くて、まずそこにこうなんて言うんでしょう、サポーターの熱を感じましたし、で今回受け取ってくれた新しいお客様もたくさんいて、はい、そこのサポーターのつながりっていいなっていうふうに思いましたし、まあ、これそのきっかけを作れたこの0円マーケットは非常に良かったかなと思います。いろんな方々が来てくれて本当に大盛況だったなと思います。こういった取り組みすることによってこう新しいファンの方が増えたりとかすると、やっぱエスパルスが盛り上がるきっかけになると思うので、本当にいいことできたなって思います。まずは終わってみてホッとしています。最初は100人ぐらいのサポーターの方々が参加していただけると思っていたんですけれども、終わってみたら何百人ものサポーターが参加してくださったので、そこはエスパルスサポーターの何かを楽しむ力だったり団結力みたいなものをすごく実感しました。僕自身がエスパルスが好きで今回のインターンに参加したんですけれども、やっぱ企画側に回るときにそういった企画の難しさだとか大変さっていうものをすごく実感しました。ただやっぱりその中でサポーターの方々と一緒に作り上げていくっていう楽しさはすごく感じたので、4月から社会人になりますけれども、そういった楽しさっていうところも忘れずにやっていきたいなと思います。